はい、こんにちは、浅井です。今回はガンホーコラボガチャ引いていきたいと思います。狙いはブラダマンテ、理由は可愛いからで、あとはね、新キャラがまあ適当に出てくれればいいかなというふうに思っています。星7に関してはまあ全員今回交換が可能なので、星6のね、新キャラが出てくれればとりあえずっていう感じですかね。頑張っていきたいと思います。はい、今回は石を421個60回分用意しました。で、メールもありますので、63回分ありますね、引いていきたいと思います。ダイヤが確定なんですね。ガンコラはあの前にも開催されていたことがあって、いきなり動いていく。その時からね、ガチャの仕様っていうのがちょっと変わっているんですよ。前回の時は石が6個だったのに対して、今回は石が7個に増えていると。で、その代わりに星5の方がですね、まあ、ラインナップから消えて、全部交換所の方に移動したと。ということで、ダイヤが確定になっているんですね。メルクリーズかな。はいはい。で、星7の種類が、まあ、今回なんと15種類とめちゃくちゃ多い。で、確率の方が各 2%、ただし闇リーチのび 1.5% という感じですね。なので、星7の確率が 29.5% かな。まあ、およそ 30% の確率で星7が出ると。で、そうですね。この確率って、実はね、この前回の石6個の時から据え置きなんですよ。ガチャ1回の石の数が6から7に増えたにもかかわらず、星7の確率っていうのが実は変わっていないんですね。だからその変な話、星7が欲しい人からすると、前回の、まあ、単純に介護感みたいな感じになっちゃってるんですよね。でね、あのね、これ怒っていいよ、みんな。確率もそうなんだけど、正直ね、その僕、そのガチャ1回の石の数をコロコロ変えたり、あと交換所がそのあったりなかったりって、そのこんだけガチャ更新しまくってるゲームなのに、そのガチャの仕様をね、全然安定させないのって、もうひどいよ、本当に。もともとガチャっていうのは、石5個で引くもんでしょ。で、それが石6とか7とか、10とか、お、これ新キャラかな。ウルスラグナ、ありがとうございます。それがね、石6とか石7とか10とか、その値上げされたら、まず、その、値上げっていうこと自体が、もうシンプルに嫌じゃん。その内容とか関係なく、値上げっていうこと自体が、もう嫌なことなの。その、みんな消費税上がると嫌でしょ。それと一緒で、その、値段が上がるっていうこと自体がね、もう嫌なことなんですよ。で、まあ、値上げされたらされたで、その分の、その値上げされてない時のガチャと比べて、まあ、どういう部分で、その値上げ分のメリットというか、まあ、得が生まれているのかっていうのをね、まあ、探すわけじゃんか。まあ、例えば、石5個に比べて、まあ、性能がいいとか、あとは、当たりがちょっと出やすくなってるとか、でもそれもなんかさ、結局曖昧で、そのどっちの方がいいのかって、人によってすごい変わるのね。で、コラボによってもすごい変わるのね。いまだにさ、その石5個とか石6とかの基準って決まってないじゃん。その運営の気分だから。さ、どんなに考えてもそれが受け入れられない人っていうのは絶対いるのよ。その俺みたいにもうガツガツガチャ引きまくってる人間ですら嫌だなって思っちゃうレベルにもう来ちゃってんの。だからはっきり言って嫌だよ、俺も。ガチャ引きたい欲の方がまだギリギリ上回ってるから、まあ、こうやって引いてはいるんだけどね。全然動かねえな。文句言っちゃダメなのか。で、そうですね。あ、来た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 。よし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 、いいぞ。これが、ブラダマンテですね。うわぁ、超揺れる。オッケー、こいつはね、ちょっと使いたいですね。でね、昨日、ガンコラの、まあ、発表が村子さんからあったときに、あ、これも新キャラかな？オッケー、これで星6が揃ったね。ガンコラの発表がね、されたときに、ものすごい量の質問箱への投稿があったの。で、その中ですごい多かったのが、ガチャは追加しまくってるにもかかわらず、新しいイベントが全然来てないっていう不満。
やることがない、ユーザーに還元されてない、うん、あのね、本当にその通りだと思う。新キャラを引いて、で今やることって言ったら、まあ、ちょろっとその裏三振とか裏技をやって終わりっていうパターンでしょ。でそれだけのために何万も使ってキャラ添えるのって本当なんかバカらしいからね。あのね、本当僕常々思うのは、商売っていうのはやっぱり商品を作ったら終わりじゃないんですよ。よくあのなんだろう、商売なんだから売り上げのために新商品を作るのは当たり前だろうとか、あと嫌なら引かなきゃいいだろうっていう風にね言う人がいるんだけど、悪いけど、本当に悪いんだけど、それはね、あ、新キャラだ、キサラギナイトかな、よし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 、あのね、それ悪いんだけど、本当にそれはね何も考えてないと思うよ。商売っていうのは商品を作ったとしても、それを買う人がいなかったら意味がないので、買う人を増やすためには商品だけじゃダメなんだ。何が必要だと思う？信用なのね。信用が必要なの。商品自体のその価値とかその有用性だけじゃなくて、買い手と売り手の信用、信頼関係ってすごく大事なのね、商売において。その我々がね、その普通にお店で買い物するときに、お、2体目、同じ商品なのに値段がバラバラだったり、内容量がバラバラだったり、あとなんか異物が入ってたりしたら困るじゃん。そういうことがあると買い手っていうのは信用できなくなって、で誰も買わなくなるわけよ。よくさ、その大手の企業がその食べ物の中に異物が混入してどうこうみたいな、でめっちゃ謝罪会見とかして、でそれによってもうみんな誰も商品を買わなくなってっていうことがあるじゃん。でそれをやっちゃうとやっぱダメなのよね。いつもその安定したクオリティの商品っていうのを提供し続けることによって、そのメーカーとしての信用が上がって安定して買ってもらえるようになるわけよ。でパズドラのガチャって全然安定してないから、もう信用できないのね。こいつは新キャラですね、ルルナ。どっちもね強いんでね、こいつもう一体欲しいですね、できたら。そうだから、パズドラのガチャって全然安定してないから信用できないの。石の数コロコロ変わるし、で交換所もあったりなかったりするし、確率の基準もなんかよくわかんないし、もう不安しかないのよね。みんなさ、その新しいガチャが来るたびに、いやー今回は石何個かなーとか、交換所あるのかなーとか、またレアリティ釣り上げすんのかなーとか、確率何パーセントかなーとか、その毎回のようにさ思い悩むわけじゃん。これが毎回ちゃんと安定さえしてれば、そんな不安に思う必要もないのよ。もう星6の確率はどんなガチャであれ絶対 2% とかっていう風に決めといてくれたら、俺らそんなに不安になることないのね。だから商品をただ作るだけじゃなくて、その安定した提供の仕方っていうのをちゃんと確立させて、その我々ユーザーの信頼信用っていうのをちゃんと勝ち得ないとダメよ。うん、それができてないからこんなに今荒れまくってるし、その俺のとこにも質問っていう名の愚痴が大量に来るわけでしょ。でそれに対して嫌なら引くなって言って、それが押し通るようなやり方っていうのも、はっきり言っても商売じゃない。嫌だと思わせるようなことをするな。でどうしてもね、その内容とかその値段っていうのを変えざるを得ない場合っていうのは、やっぱりちゃんと説明をした方がいいね。まあ俺が結構印象に残ってんのはガリガリ君かな。その今まではその25年だったかな、25年っていうその長きにわたり、その60円でガリガリ君を提供していましたが、原油とか原材料、人件費の高騰によりどうしても値段を上げざるを得なくなってしまいました。なのでこれからはガリガリ君を70円で提供することにいたします。皆様には多大なるご迷惑をおかけしますが、どうかご理解のほどよろしくお願いしますぐらい言ってくれたらさ、ああまあしゃあねえな、今までよく頑張ったなって、まあ、思えるけど、
ガンホーそういうの一切しないでしょ。そのユーザー、我々ユーザーがその不安とか邪推にまみれたまんま放置して、ただひたすらその値段だけ上げたり下げたりするの、そりゃ信用なんてなくなりますわという感じですね。だからみんなの気持ちはね本当にわかる。まあ自分のことだけを基準にして言うわけじゃないけど、こんだけがっつりガチャを引いてる俺にこういう風に思わせちゃダメよ。なんかもうなんだろう、数字じゃなくてなんか精神論なんだよね。最近はやっぱそのなんていうのかな、これはこうだからこうじゃなきゃダメだからこういう風な仕様になってるんだ、だから受け入れようみたいな、なんかその受け入れるための理由っていうのをなんか必死に探して、でなんとか自分の中で折り合いをつけてこう付き合っていこうとしてるのかもしれないけど、それはやっぱなんか違うね。ゲームだからさ、やっぱり楽しくてやるっていうのが 100% でないとダメなのよ。なんとなく自分の中でここはちゃんと折り合いをつけてやっていこうとか、割り切っていこうみたいな感情って、そもそも必要ないでしょって俺は思うんだけどね。はい、全部引き終わりました。なあ、まずねこのメールを3つ引いていこうと思います。これがまず無料のやつですね。後半ちょっとなんか伸びが悪かったな、あんまり動いてない気がする。確率的にはちょっと負けてるような気がするんだけど、どうなんだろう。はい、メルクリスト。でこれが120円のやつですね。なんだ、ああはいはいはい。で最後に星7確定と、ここでね新キャラが出てくれたらいいんだけど、どうなんだろう。頼むぞ。はい、いっぱい持ってますまあそんな感じで、まあちょっと最近のねガチャについて思うことを話したんですけど、皆さんはねどう思いますかね。よかったらコメント欄で教えてください。まあそんな感じで、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。